はい、これから Excel 構造を始めます。今回は前回に続きまして VBA 講座の第2回ということでですね、VBA の仕組みと、それからまあ簡単な、コーディングをしてみましょうという内容で説明します。用語はまた追って説明しながら進めます。それではですね、まず、前回ですね、今の画面に表示されているこの内容の説明をしたんですが、その件について詳しく説明したいと思います。キーボードからですね、オルトキーを押した状態で F11 を押してください。VBA が開きます。VBE ですね、エディターという、VBA を編集するための画面が今開きました。それで、こちらですね、ちょっともう一回、そしたらちょっとこの動作をもう一度やってみましょう。いくつからいくつまで合計するといくつという、処理を今ここで行っていて、例えば1から20まで合計すると210と、1から30まで合計すると465というふうに出ますよね。で、これは、こちらの今の、VBA というプログラムで計算を行っているという説明まではしてありますよね。で、こちらの具体的な説明をしたいと思います。ですね、VBA というのはですね、今これ、1個しかないんですけど、サブ、半角でサブという3文字があって、スペースで合計計算で括弧ってありますよね。で、先頭行が今ここで、で最後の行がエンドスペースサブというふうになってますよね。で、このサブからエンドサブまでの今このブロックですね、これが一つの単位です。でこれをサブルーチンと呼んでいます。ですね、サブというのはメインサブのサブですよね。それで、ルーチンというのはですね、コンピューター用語で一つの手続きとか、処理とかというふうにいう意味で使われるんですけれども、日本語としての、ルーチンという言葉も使われますよね。ルーチンワークとか言うじゃないですか。一定の決まった手順のことでしょうかね。ということでですね、これを今、合計計算という名前のサブルーチンということになります。それでですね、次にですね、DIM という文字があります。これはですね、DIM スペースの文字で、as integer となってますけれども、これはですね、変数の定義というものですね。
これ、愛っていうのが、これインテジャーって整数って意味なんですけど、変数にも変数っていうのがですね、まあよく、まあ、参考書なんかに載ってるのが、まあ、容器ですね、入れ物と考えるといいよっていうふうに載ってるんですけれども、これはですね、まあ、まさにその通りで、インテジャーという型を持った i という名前の変数をここで定義しますということになります。で、これなんで i なんですかっていうことなんですけど、インテジャーなので i っていう、そういう変数名にするというですね、私が昔ですね、そのベーシックを学んだ頃に、まあそういうなんか、まあそういう風習みたいなのがあるというふうに習ったので、いまだにそれを踏襲しているというだけで、この変数名はですね、別に i である必要はありません。自由につけてもらって構わないです。全角文字、日本語で漢字で定義しても全く問題ないですね。で、これはですね、この行ですね、for で始まって next で終わってる、この3行、これですね、for next loop と呼んでいるんですけれども、loop っていうのはですね、繰り返しのことです。ここの処理で使うために今ここで、変数を定義しているということですね。で、その次なんですが、その次もですね、やはり同様に変数の定義なんですけど、今度はトータルという名前で、合計計算するための入れ物ですね。でそれで、ロングということで、これを調整数、長い整数と書いて調整数というですね、このインテジャーとはですね、桁数が違うんですね。当然これ合計ですから桁数も大きくなりますので、インテジャーではなくロング型を使っています。で、その今定義した、このトータルイコール0ということですね。今定義した直後ではですね、その変数の値が保証されていないので、まず最初に0にします。で、これ、トータルイコール0という、このイコールはですね、数式のイコールとは違って代入 を意味しています。代入というのはですね、この今トータルという、今この上で定義したトータルという名前の変数をゼロにするということですね。その容器を空っぽにしますよと、空っぽにしてくださいということですね。で、その次ですが、ですね、これ、まあ、for next というのが繰り返しの処理ですよということなんですけど、今ここにセルズとありますよね。で、これセルズというのはですね、セルズの括弧2カンマ2というセルズ括弧2カンマ4なんですけど、これはですね、セルの座標を示していますので、2カンマ2っていうのはですね、ここで言う、こちらの座標で言うところの B2 のことですね。行2行目の2列目ということです。VBA ではこのように定義するという、もうこれは文法が決まっていますので、その文法に沿って、記述するしかないですね。この i という変数は、この2カンマ2から2カンマ4の間
回りますよっていうことなんですね。で、これ、省略されてるんですけど、これは1個ずつということなんです。例えば、1から10までだとしますよね。そうすると55じゃないですか。で、そうすると、この場合は、この i という変数は、1から10まで、変化しながら、この for next の中をこう繰り返しますよと。で、トータルという変数には、この i ですね、i っていうのは今これ1から10まで変わりますから、1回目の処理で1、2回目の処理で2、3回目の処理で3というふうになっていきますから、このトータルには1から10の合計が入るということで、で最後にですね、回答のセルですね、2カンマ6のこれドットバリューっていうのがですね、これセルのプロパティというものなんですけれども、この2カンマ6のセルの値は今ここで計算した合計ですよということなんですね。で、この行ですね、この行が最後に計算結果を表示しているという、そういう仕組みになっています。ちょっとこれ締めましょう。ということで、それでですね、で、これボタンですよね。で、このボタンに先ほどの VBA のサブルーチンを、これ右クリックしますね。そうするとマクロの登録と、ボタンが上にある、この場合にはフォームコントロールのボタンというのがありまして、そこでボタンを作れます。ボタンを作ったらマクロの登録っていうダイアログが出るんですけれども、まあこれ今サブルーチンが1つしかないので、まあここに1個しか出てないんですけれども、複数作ればここにですね、複数の現在登録されているサブルーチンの一覧が出ますので、その中からこのボタンに割り当てたいものを選べばいいという、そういう仕組みですね。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、これもやっていく中で覚えるしかないと思います。質問等ありましたらコメント欄に書いてお知らせください。はい、今回は以上です。ありがとうございました。